はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、スターウォーズですね、うん、またですね、いっぱいお菓子が出ておりましたので、いろいろ買ってきましたね、うん、まずはこちらでございますね。ビックリマンのスターウォーズ。そう、ビックリマンのスターウォーズバージョンが出ておりましたね、うん、これはですね、実はもうすでにあのハロリンパパさんがね、写真で上げてたので、それ見てね、パパ知らなくてさ、なんだなんだと思ってね、早速買ってきました。今はね、エピソード4、5、6で、今度はね、1、2、3が出るんだって。こちらのパッケージは、ダース・ベイダーとルークとパルパティーンですね、はい、そしてこちらのパッケージはオビワン・ケノービーとハン・ソロとチューバッカとレイヤ姫、はい、こんな感じでちょっとビックリマンのキャラっぽくデフォルメされておりますね、はい、2つずつ買ってきたので、ちょっと食べてみましょうか、うん、はい、シールも出してみましょうか、はい、お、チューバッカって書いてある。はい、チューバッカ出ましたね、うん、よかったね。これこのシリーズ何みんなキラキラなのかな、ちょっとわかんないけどね、うん、はい、チューバッカまず1枚目です。2個目開けますね。2個目じゃあ開けててください。パパこれ食べてきます、はい、うん、うまっ、はい、うまっ、いきます、せーの、何が入った？せーの、お、デススター、デススター、デススターの戦い。おお、すごいの出たじゃん、デススターの戦い、うん、ルークとベイダーエピソード6だこれは、うん、じゃあまだ見てないやつ、うん、うん、いいの出たね、いいの出たわ。そうだね、よいしょ、マックスレボ、マックスレボ、あー、はい、マックスレボ、これはね、エピソード4に出てくるカンティーナ、あれに出てくるね、バンドの一人かな、一応ね、バンドの人、ピアノみたいなの弾いてんだよこれ、かなりマイナーなキャラだな、こんなのも入ってんだな、うん、じゃあ最後の一パック開けますよ、はい、あー、チューバッカー、チューバッカーかぶりました、うん、よかった、でもこれじゃあパパ あのパソコンに貼るよ、うん、はい、じゃあこの食べれないやつは今回このジップロックに入れておきましょう、はい、はい、これでまたしけずに食べられるね、うん、はい、じゃあちょっとエイジン君食べててくださいね。他にもですね、いろいろ出てたので買ってきました、はい、こちらですね、チューインガムだね、うん、ね、粒ガムのボトルでございますね、はい、スターウォーズの、こういうね、プリントがされてるだけですね、味がねちょっとわかんないんだけど、一応ですね、これこれ、ここにですね、コズミックミントガムって書いてある何味かわからない、多分ソーダだろうね。一応2つ買ってきました。これね、開けないけど、多分普通のガムだと思います。キシリトールね、キシリトールのガム。あとですね、こういうミントがありましたね。これね、ダース・ベイダーでしょ？このベイダーでね。これはアナ・キンとベイダー、半々になっておりますね。これが一番かっこいいかな。ほんと？うん、すごいかっこいいと思う、これ。ノンシュガーの普通のミントだと思いますね。あのフリスクみたいなやつね。ダークサイドミントらしいです。ダークサイドミント。これちょっと一回開けてみようか。おー、こんな、すごいね、これ、うん、あ、こうか、こうだね、うん、それで、どうやって出すのかな、ここ引っ張る、スライド、あ、こうだね、うん、なるほど、ここにもミント出てる、うん、ちょっと黒い、赤い粒粒が見えるね、いちごなんじゃん、違ったことはないと思うけどね、ダークサイドだから一応赤いのかな、食べてみますよ、うん、あ、いちご、いちごでした、レイシン君正解、いちごでございました、はい、そしてもう一つがこちらでございますね、ヨーダの、大粒ミントだって、これあれもすごいよね、すごいダイナミックにですね、ヨーダがプリントされておりますけど、スターウォーズ知らない人はこれびっくりだよね、なんじゃこりゃって思うよねきっとね、これはエピソード5のヨーダかな、こっちはCG 化された用途でございますね、うん、ちなみにこちらの味はですね、フォースミントだって、うん、うん、大粒タブレット、これもう一個、緑が普通かけてね、どうなんだろうね、ちょっと開けてみようか、あー、でかい、ほら緑よ、本当に大粒のミントだね、うん、うーん、これでもラムネっぽいんだろうな、ちょっと噛んじゃうね、ミントだ。これエイジン君食べられません、うん、このダークサイドミントとフォースミントはエイジン君ちょっと食べられない、うん、スースーしてちょっときついと思う、うん、はい、ということで今回ですね、スターウォーズのお菓子紹介してみましたね、うん、全部ロッテから出てるものですね、うん、なので一括りでバッと置いちゃったので、とりあえず買ってきました、うん、はい、
あ、そうだ、最後にですね、あのこれ私この前ね誕生日で、奥さんの弟さんからですねお誕生日プレゼントということで、ね、こちらをいただいたので、そちらを紹介しながらお別れしたいと思いますね。はい、こちらです。 R2D2 の USB カーチャージャーですね。中身はですねもう今車に置いてあります。どういうものかというとこういうやつですね。カップホルダーに R2 を置いてシガーソケットにはまるようになってるんですね。でこの R2 の前面ここにですね USB の端子がありますので、こういうところでスマートフォンとかタブレット充電できるというものですね。はい、では車へやってきました。早速こちらをですね開けてみましょうか。開けますよ。はい、おお、いいね、いいね。はい、こんな感じだね、R2 ね、うん、ちょっと首が動くけど、これね、刺すと電源回って動くみたい、はい、それからここに USB を刺すところが2つありますね、穴がね、はい、はい、こんな感じ、はい、手とかは、あ、手とかもなんかちょっと、あ、ここあれだ、ほら これでドリンクホルダーに挟まるようになってるんだね。あ、じゃあちょっと刺してみるよ、うん、では、よしか、これちょっと刺してみてもらえますか、はい、お、お、すごい、すごい、すごい、あ、いいねこれ、やってるやってる、いいじゃん。はい、ちゃんとこんな感じで R2 光ってるね、うん、これどうやって動かすんだろうね。あ、ここなんかある。あ、押してみようか。あ、あー、ボタンあった、ボタンあった。あ、いいね、いいわ。じゃあちょっと待ってね。はい、じゃあこれをここに刺してみようか。いいね。いいね。R2 っぽい。うん、ちゃんと充電できてるのかな。うん、ちょっと見てみるか。ちゃんと充電できてます。はい。はい、なんとかうちのドリンクホルダーにも入りました、ちょっとギリギリだけどね、こっからこんだけあるからちょっと多いな、ちょっと楽しいねこれね、はい、ということで今回はですねスターウォーズのお菓子と、USB カーチャージャーをちょっと紹介しましたね、はい、スターウォーズイヤーなので、今後もですねマイチャンネルはスターウォーズ紹介していきますので、はい、はい、気になった方はぜひ見てくださいね、はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。